こんにちは。Our Life Japan and China のチンムーと申します。大連に雪が降った。気温はマイナス8度 C。 とりあえず降り止んだから凍る前に雪下ろし。なんかまた降り出してきたみたい。実は今日息子のコロナ陽性が判明した。症状的には熱が38度ちょっとあるって感じ。得病第一天哦。腿软，然后头晕，然后没蚂蚁，然后脑袋疼，没了，ない、これじゃない，真没了。食欲がないじゃないですか。你要让我吃，我也能吃，我只是懒得下去。那你得多吃。我想下去。食べないとダメなんです。二人も交代でなるよ。ママが赤砂糖、長ネギ、ニンニク、生姜を煮立てたものを作って飲ませるって。今はどこの薬局も薬が売れ切れ状態。ネットで売ってるものは普段の5倍から10倍したりする。雪が止んだので雪化粧をした大連の街を見てみたいと僕は思った。今大連はコロナ無法状態だ。ちょっと前までのゼロコロナ政策が突然緩和され、ウィズコロナとなった。週に2回も行われていた全市民対象の PCR 検査もない。もうどこへ行くのもスマホの安全通行証を提示するよう求められることもない。そもそもスマホの安全通行証は更新が途絶えてる。だから息子が陽性になっても安全を意味する緑マークから赤には変わらない。今回息子だけは学校で PCR 検査したから陽性が分かった。さすがに雪の後だからか誰一人みんな会わないですね。思ってたほど雪化粧してないね。粉雪だから風で飛んじゃったのかな。うわ、
自分は中学生の時に陸上部だったんですね。長距離、短距離は 100m 走とかはめちゃめちゃ遅いんですけど、まあ、長距離もね、めちゃめちゃ速いわけじゃないですけど、持久力があって小学校5年生の時、学年で1番になって、小学校6年生の時に学年で3番になったので、ちょっと自信つけて陸上部に入ったんですね。まあ、本当はバドミントン部に入りたかったんですけど、その中学校は私が入学した年からバドミントンは女子のみになっちゃったんで、まあ仕方なくっていうところもあったんですけど、持久力落ちた。やっぱね、昔取った根塚とか言いますけど、技術的なものはあるとしても、やっぱりこういう体力に関してはやっぱり昔取った根塚っていうのはないですね。この奥に見えるのは海。もう少し高いところまで行ってみましょう。今日は私一人しかいないから、ここでね、変に足を滑らせて落ちちゃったりしたらちょっと人も通らないですし、ちょっと今日は安全には特にね注意しないとダメですね。今の大連は戦々恐々としている部分がある。ゼロコロナ政策の時はほとんどの人は自らの身にコロナが襲いかかることはなかった。ところが政府が一旦サジを投げた瞬間、コロナは一気に感染拡大した。ウィズコロナに慣れていない人々は混乱状態に陥った。子どもたちの学校、大人たちの職場の至るところで発熱や喉の痛みを訴える人が続出した。まさにコロナと共存していることを実感した。息子が陽性ってことは、おそらく私も妻も当然陽性になっているだろう。でも今は隔離病棟に連れて行かれることもないし、どこの店にだって入れてしまう。逆に言うと、どこに行ったって感染者がゴロゴロいるのだから感染するってこと。みんなどこか他人事のように考えていたけど、自分たちの身に降りかかってきた。そしてみんな自分たちのことは自分たち自身で身を守っていかねばと気づき出した。突然熱い酔いに落とされたカエルは、
飛び跳ね慌てる。ところがカエルがいる水を徐々に熱していくと、なかなか逃げようとしない。何事も慣れてしまうことも必要なのかもしれない。